堤のひなこ屋っていうのはもともとここ堤町で作ってるってことで堤のってなってまして、おひなこ屋っていうのがこういったお人形さん全般に主に作ってるところをひなこって昔言ってたんで、それからうち堤のおひなこ屋っていうことでやってるんですね。だいたい江戸時代からこう作られてる人形で、だいたいもう300年以上の歴史のある人形になってます。宮城県の伝統工芸品にもなっている人形ですね。古いものはもう古い形でこうそのまま作って、新しくこう作るものはもう現代風のものとか、そういった昔のものを取り合わせて今風にしたりとかって感じでこう作ってます。お店の商品自体はもう一個も壊れなかったんですけども、ちょっとそれを人形焼く窯の方がもうちょっと崩れてしまって今もう使えない状態になってるんですけどもね。もう近いうちにはしたいんですけども、まだちょっと地震とかが続いてるんで、ちょっとねまた崩れちゃうと嫌なんで、もうちょっと落ち着いてからかなと思ってたんですけども、去年ちょっと新しいものをちょっと作って、展示会の方に出したやつがありまして、それがちょうどグッドデザインっていうやつで、たまたま賞をいただいたんですけども、そういったやつなんかはもう復興を目指して新しく作ったやつになりますね。もうより多くこう自分の方から発信していきたいなと思うんですけども、なるべくこう声がかかればいろんなところに出向いて実演とかしながら、こう商品なんかをこうみんなに広めていきたいなと思ってますね。仙台独特のものですと、やはり土人形自体だともう色合いなんかもこっち独特の色合いですし、あとちょっと変わったものだとだるまなんかですと、もう本当にもう東北仙台独特のだるまですので、それなんかだともうすごく興味を示していただいて、仙台だるまは多分もう1、2を争うぐらい派手なだるまだと思うんですけどもね。そうですね、仙台の地で負けずに頑張ってやってますので、機会がありましたらぜひ仙台の方にもいらして、お店の方にも寄って見てきてください。よろしくお願いします。